すべての食事は美味しいですし、ですから、まあ、果物も美味しいですよ。白川青空この町は初めてですけれども、まあ、台中では何軒か行く店はありますけど、我的家乡基隆的庙口啊，基隆的庙口啊，有一间卤肉饭。乡内银牙灯的麻糬是要经过油炸。苦が売りっぽくなくて、最初飲んだ時はレモンっぽい感じで最初苦味ちょっと苦味が残るとか。三重其实三重好吃的东西很多。啊，很多吗？很多很多。気に入った店教えていただけるか。あんまり言っちゃうとね。我不会哭的。哭啊。本当に美味しいのかなとか。絶対カメラ目線じゃないですよ。台湾って素晴らしい国だと思ってもらえると思うんですよ。それはもう自信があります。日本から初めてもし台湾に来る人がいたら、それはものすごく来てよかったと思ってもらえると、これはもう自信持って言います。高雄市内を移動している松。続いてはある市場に向かいます。この市場って前来たことはあるんだね。土地勘がちょっとよくわかんないけど、ここから入れるんだって、うん、図王院第二紅葉市場。松は以前撮影にやってきたことがあります。その時とは違う店に向かいますが、今回も時間帯なんでしょうか、シャッターが降りている店が多いようです。松、歩いていて迷子になってしまいそうです。しばらく歩いて見つけたのはオムライスの店。松さん。ラバン、タンパオファン。いいわ。タンパパ、いいよ、セブンチン。オムライス以外にもたくさんのメニューがあるようです。日本に住んでいるまだ台湾の人の生活について外食する人が多いと聞いたことがあります。確かに普段食べるものは日本に比べても安く、自分で作るより外食の方が経済的な感じもします。松が注文したのはオムライスの他にラオパンおすすめのカキスープ。オムライスは日本では洋食に分類されますが、このようにしてみると台湾発祥の料理にも思えます。オムライスとカキスープ、はじめにオムライスからいただきます。米のこの味わい、だからその味付けもそうなんだけど、米そのものがすごく美味しいね。赤色が日本のものとは少し違います。野菜はこれね、何が入ってるけど、この野菜の食感もいいしね、すごくこれ食べ応えあるわ。タンパオファン、材料シシャマ。这个蛋皮嘛，啊，这个皮啊，里面是那个肉丝啊，肉丝，高丽菜啊，高丽菜，哎，啊，高丽那个番茄酱一起炒，啊，一起炒，哎，炒好，那个菜炒熟了，那个蒜再放下去，好，啊，后来就包起来了，啊，包起来，哎，包起来，卷起来。オムライスをいただいた後はこちらのカキスープ。これがオワタン水仙ね、して高菜かな、入ってるかな、うん、はぁ、あのカキがもうプリプリしてるのはもちろんなんだけど、カキのこう味、
ぶわっと広がってくるんだ。この小ぶりの牡蠣なんだけど、小ぶりの牡蠣を大量に口に運んでいきます。よくね、台湾の道歩いてて、こう視聴者の人から言われるのは、グルメ番組全部こうグルメレポーターもう大げさに美味しいとか言うから信用がないって言うんだけど、なんかその気持ちもよくわかる、自分が視聴者として見ててね、うん、だけどこの牡蠣の小ぶりさから出てくるこのすごい味わい、うん、形小さいのにすごい味わいって、これはすごいな。牡蠣料理は台湾のどこでも食べることができます。牡蠣からにじみ出る味わいを存分に楽しむ松。おわたん、おわたん、里面有里面有那个酸菜，酸菜，还有那姜丝，啊，姜丝，姜丝，姜丝在那，啊，酸菜，酸菜，对。おわしどんな味だ？おわ，おわ是那台湾，台湾对，南部的，南部，啊，什么地方？おわだ，おわだ，おわだ。高雄県、わ、うん、もうなんか本当これぐらいの牡蠣なんだけど、なんかずっと口の中にこう旨味が残ってる、そんな感じがする。で、高菜のねシャキシャキもこういいし、うん、オムライス屋の後、松は市場の外に出てきました。向かった先はあるお菓子屋。この地方の名産のお菓子があるということです。まず手に取ったのはフォースーピンというお菓子。松は初めていただきます。フォースーピン、火の獅子だからライオンだよね、の餅。何が入ってるのね。うん、おー、白あんかな、これしっとりとしたあんこでね、すごく品がある。で、この外側の皮、これ材料まではちょっと言い当てられないけど、なんか黒糖みたいな、そんな風味がすごくするんだよね。だ、普通のこう饅頭をイメージすると、それよりもすごく黒糖のね風味が広がるような、そんな感じがしてね、すごく品のいい甘さがある。これが説明。日本語の説明の意味はよくわかりません。リメンダーバイサーダー同士是莲蓉做的，莲子做的。莲子做的东西啊，莲子啊，我吃过啊，莲子做的。对，莲子去把它磨成米做的东西。莲子的什么地方来？莲子是从白河那边过来的，也是我们台湾的特产。しっとりとした食感のフォースーピン。外側だけでいくと、ボールを食べてるようなね、うん、もちもちっとしたような感じがあって、で食感としては、そのあんこが多分これ粒あんなの、白あんだと思うけど、ね、そのあんこの感じがね、全然邪魔しないんだよね。あ、これはいいな。これ日本人にもすごく喜ばれる味だと思う。フォースーピンをいただいた後は、ちょっと変わった形のお菓子、シャンチーのコマに似せているようです。これね、チーピンって、シャンチーって将棋、中国将棋のコマなんだね。あ、もうちょっとコマが見えるけどね。松が手に取っているのは象のコマ。わっ、わっ、ん、中にあんこっていうよりも、なんか中も外側と一緒なんだね。で、なんかすっごいねっとりしてる、これ。え、初めまんじゅうと思って食べたら、クリームじゃないな、
バターでもなんかすごいねっとりしたこうすごいこうなんかドロドロしたものを食べたような、うん、舌に今絡みついてね口の上の方にすごいびっくりした食感としてしっとりとした食感に待つびっくりです。少しだけあんこが見えるんだけどこの生地感すごいわ。こちらの説明の方が意味がわかります。チビな材料是什么？チビな材料是绿豆。我们是用高那个台湾的那个云林那边的绿豆哈，那是把它干燥之后或磨成粉，然后去做的。那的比例是90%，跟一般的糯米粉是90%。那绿豆是糯米粉就10%，那那个绿豆可能90%，是完全都是绿豆做的。象って実際にここまであるよね、シャンチで。でね。12年前にその台中に1ヶ月いたって話を昔番組でこの番組ねしたことあってそこで財布を盗まれたって話をしたんだけど結構台湾の人がねその、まあ、再放送で何回か流れるからそういうエピソードも覚えてくれていてでその時にあのシャンチーはね1ヶ月住んでいたマンションの管理人みたいな警備員がねずっと中国将棋やってたのでそれ暇だからずっと見ててでやり方を教えてもらってで覚えてで一回ねその警備員に勝ったことがあって、うん、チェスとかねあのそういうのも好きなんだけど一回だけ勝ったことあってねだけどもう今やり方忘れた。形が面白く食感も最高です。これ象がねどういう動きをするのかねちょっとこうだ飛んだ動きだったかな、うん、なんか覚えてないね今あるよね、なんかこう、死とかねで黒と赤でね、こう人弁がついたりとかそういうのを駒がもう一回覚えたいな、覚え直すかな。ちなみに、店にはケーキサイズの大きいものもあります。この後も、高尾をどんどん食べ歩きます。